ゴールドフリートに入れて、まずは嬉しいです。ほっとしてます。ボートスピードが、海外練習を終えて、上がったのと、今回得意の、軽中浮力で、他の選手よりも風を読むというかコース力が当たっているような感じがします。やっぱりどんな雰囲気でもボートスピードが自分より少し速いのが、やっぱ安定した成績になっているので、自分はまあデコボコした成績なので明日以降は勝負です。パンピング、本当に勝てないパンピングコンディションだと、海外の選手走っててもファーストマーク含めてやっぱトップ5位以内に入れるんですけど、ちょっとトレーニングコンディションになってくるとスピードがまだ伸びなくて、海外の選手に比べるとうまく走れなくて、無駄にタックしたりとかジャイブしたりとかで人より走る距離が長くなっちゃってるので、やっぱりもうちょっとしっかりセッティング含めて走り方を変えていかないといけないなと思ってます。